美味しいパンの店が多いことで知られる総社市から、今朝焼いたばかりのパンを離れた場所にいる消費者に早く安全に運ぶ実証実験が行われました。パンが積み込まれたのは乗客が乗った電車です。店内には焼きたてのパンの美味しそうな香りがマスク越しでも分かるくらい広がっています。この後この焼きたてのパンがある場所に運ばれるということです。パンの店総社市、およそ25軒あるパン店のうちの一つ、総社駅前に店を構えるトングーです。創業80年以上のパン店、今日も朝から一つ一つ丁寧にパンを焼いていきます。箱詰めされたパンを渡すのは客ではなく運送会社です。これなんかすごく面白いね、企画だなと思って、もうそれにもなんかすごい聞いただけでもうワクワクするような。賛同した総社のパン店と運送会社 JR 西日本岡山支社の3社が初めて連携し、パンを箔尾線で岡山まで運ぶ、いわゆるパンの貨客混載輸送の実証実験が行われました。パンの製造出荷額が岡山県下1位の総社市から、1世帯あたりのパンの消費量全国1位の岡山市まで、列車の移動時間の速さを生かし安全に輸送できるかなどの確認が今回の目的です。今パンを乗せた列車が岡山駅に到着しました。総社駅からおよそ30分で到着した総社のパン、人の手によって駅構内の土産物店へ運び込まれました。はい、はい、ありがとうございます。今のところ、ちゃんとオペレーションできているのかなと思っておりますので、今後はですね、細部の調整をして、また事業として、ちゃんとお客様に受け入れられるかどうか、その辺を検証しながら進めていきたいと思っています。すぐもう焼きたてのパンをJR の列車に乗っけてね、そのまますぐついて販売する観光の方がね、増えていければね、パンでそうなるんだったら非常にそれも我々としては嬉しいことだなと思ってます。各地にファンを持つ総社のパン、列車で運ばれた出来たてのパンが岡山市で食べられる日もそう遠くないかもしれません。